はいどうも皆さんこんにちは、ミニマリストのたけるです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今回の動画では幸せになるお金の使い方、関わり方ということでお話をしていきたいと思います。欲しいものは買っているはずなのに全然心が満たされない、お金のことでよく悩んでいる、不安になるという方も多いはずです。お金は一生死ぬまで付き合っていかなければいけないものですし、お金の使い方次第で幸せにも不幸にもなります。だからどうせお金を使うなら幸せになる、心が満たされやすいお金の使い方、関わり方をしたいですよね。ということで今回の動画では僕の実体験に基づくより幸せになれるお金の使い方、お金との関わり方をご紹介していきたいと思います。まず一つ目は物より経験にお金を使うということです。これは皆さんもよく聞くと思います。物から得られる幸せってそう長続きしないんですよね。物を買った時の満足感は一瞬で終わってしまいます。物を買った時はすごく嬉しかったり喜んだりするのに、数日も経てばそれが当たり前になって、また新しいものが次々と欲しくなってしまうことってよくありますよね。だから昔の僕は当然のように部屋が物置状態になっていました。そして心から欲しいと思って買ったものに囲まれていたはずなのに全く幸せではなかったです。でも物を減らしてミニマリストになってからどうかというと、物にお金を使うことがなくなって、その分経験にお金を使うようになりました。例えば今までに自分がやったことないことにチャレンジをしてみたり、憧れの人に会いに行ってみたり、行ったことがない場所に行ってみたり、今までに食べたことがないものを食べに行ったり、そんな風に物より経験にお金を使っていた時の方がよっぽど幸せや充実感を感じられるようになったんですよね。なのでぜひ皆さんには物から得られる満足感は一瞬、そして経験から得られる充実感はしばらく余韻が残るということを覚えていただければと思います。そして2つ目は自己投資で成長するということです。人は成長を感じた時、喜びや幸せを感じることができます。例えば1年前の自分と今の自分を比べて成長を感じた時、心が満たされる感じ、気分が良くなる感じがあると思います。他にも例えばゲームの主人公がレベルアップしたりとか、強い敵を倒せるようになったりすると嬉しいし楽しくなりますよね。それはゲームの主人公の成長を感じ取ることができるからです。だから人生の主人公でもある自分自身が成長をして喜びや幸せを感じられるように、そして人生そのものが楽しくなるように本を読んだり、セミナーに参加したり、資格を取ったり、習い事に行ったりして、どんどん自己投資をしてみてください。僕自身はこの1年いつも以上に毎日必死に勉強をしてきました。本も買って読んだし、セミナーにも何回か行きましたし、無料のブログや YouTube なんかでもとにかく学びまくりました。その努力が実って今ではこの YouTube 活動だけでも生計が立てられるようになったわけです。だから今めちゃくちゃ僕は幸せなんですよね。こんな風に自己投資をして自分の価値を高めることができれば
収入アップにもつながりますし、何より自分の成長を感じた時、人は喜びや幸せを感じることができるので、どんどん自己投資するようにしてみてください。そして3つ目は、人のためにお金を使うということです。人は自分以外の誰かのためにお金を使うことでも幸福感や満足感を味わうことができます。もちろん義務感で強制的に無理にやろうとすると逆効果になりますが、この人のためならとか誰々のために役立ちたいと思って自発的に自分以外の何かにお金を使うことでも人を幸せにすることができるんですよね。昔の僕は募金とか寄付とかする人間ではなかったですけども、今となっては協力したいと思ったらするし、そして何より妻のためなら、妻が喜んでくれるならお金を使っていきたいと思っています。そんな風に何かしら一つでも二つでもこの人のためならお金を使ってもいいと思えるものがあるといいかもしれません。そして4つ目は、お金で時間を買うということです。自由でいること、自由を感じることも幸せの一つだと思います。だから僕の中では、たとえミニマリストとはいえど家電は手放せません。それらを手放すと自由な時間が減るからです。そして自由な時間ができるからこそ、自分の好きなことややりたいことができる幸せにもつながってきます。なのでお金で時間を買うことも時には大事です。そして最後5つ目は、物を買うときは気に入ったものだけということです。僕自身ミニマリストになって、物が少なくなってから、物へのこだわりがすごく強くなりました。どうせ買うなら自分が気に入ったもの、本当に大好きなものだけを持ちたいですよね。だから今なくてもいいもの、今あるものでも十分な時は無駄に買わなくなりました。そしてそんな風に普段は物を買わないからこそ、いざ物を買う時はいいものを買うようにしています。自分がこだわり抜いたもの、えりすぐりのもの、厳選されたものだけに囲まれると気分も良くなるし、何より部屋の居心地が良くなるので、ぜひ皆さんも物を買うときは本当に自分が気に入ったものだけを買うようにしてみてください。そして最後に皆さんにお伝えしておきたいのは、今まで紹介してきた5つの幸せになれるお金の使い方、お金との関わり方を実践するには、やはり資金力が欠かせません。つまり余裕のあるお金が必要だということです。これは別に1ヶ月に50万円も100万円も稼げとか、貯金を1000万2000万円しろという話ではなくて、節約をしてメリハリのあるお金の使い方をすることがとても重要です。そして一番いい方法は、皆さんがご存知の通り、ミニマリストになることによってライフコストをググッと下げて、余裕のある資金を生み出し、そして今までにご紹介してきた5つの幸せになるお金の使い方を実践していただければ、格段に人生に対する満足感や幸福感、充実感はどんどん上がっていくと思います。はい、ということでここからはいつも通りブログ形式で動画を撮っていきたいと思います。普段のありのままのライフスタイルを皆さんにお見せすることによって、物を持たない暮らし、物が少ない暮らしの魅力や良さをどんどん皆さんにお伝えしていきたいと思っておりますので、ぜひご興味のある方、お時間のある方は最後までご覧ください。はい、ということで今時刻が午前10時半なんですけども、今から僕の大好きな銭湯に行ってのんびりゆっくりくつろぎたいと思います。
ちゃくちゃ美味しそう。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。もしちょっとでも参考になりました、よかったよ、楽しめましたと思われた方がいましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。